この時間はトップに聞くをお送りしていきます今日は東京ガスの笹山慎一社長にお越しいただいています笹山社長よろしくお願いいたします東京ガスの笹山ですよろしくお願いいたしますお願いいたします ではまず簡単に歴史から振り返っていきたいと思いますけれども東京ガスは1885年に渋沢栄一によって設立されました現在、幅広い事業展開となっていますけれども140円ほどの歴史があるということですが現在、どういったフェーズなんでしょうか、はい、東京ガスは今、第3の創業期を迎えているというふうに思っております。 第2の創業というのは LNG を導入したことになりますけれども LNG の導入というのは、まあ、これまでのガスや石油や石炭からガスを使ってた作ってたんですけれども、はい、天然ガスに変えることによってクリーンなエネルギーを導入したと。 これによってそれまで郊外問題で首都圏大変苦労してたわけですが地域環境問題にに大きく貢献したとということになります、うん、まあ現在の第3の創業というのは地球環境問題に貢献するために脱炭素に向けて取り組むということになっております。うんうん ダイナミックに変わってきたということですけれども笹山社長が入社された頃からも大きく変わったということですね。そうですね、うん、あの我々あの、名前は東京ガスと言ってますけれども、はい、実は提供するエリアが東京以外、うん、日本全国であったり、えー、海外まで進出しておりますしガス事業だけではなくて電気であるとか再エネさらには水素であるとかソリューションという形でもう業用がかなり拡大してきたというふうに思っております。うん では続きまして足元の業績確認していきたいと思います。前期通期に関しましては大幅な減収減益となっています。今期も大幅な減益見込んでいまして営業利益純利益ともに50%ほどの減益見通しとなっていますけれども、この大きな減益の背景について教えてください。はい、えー。過去22年度23年度でございますけれども、こちらは資源高の影響がございまして、まあ、かなり好業績であったと。 我々はその資源高、地政学リスクに対応するために原料調達であるとかトレーディングといったところでかなりいろいろ工夫をしてまいりました。はい、こういったところで歴代1位、2位という業績であったというふうに思っております。これがまあこちら2年です。繰、うん、り分け良かったということですね、はい。ただまああの今年度につきましてはこういう資源高の影響が一段落するということが一つの要因でございますし、もう一つの要因としては、はい。 我々中期経営計画を掲げております構造転換というのを進めておりまして資産の入れ替えをちょうどやっておりますけれどもこの入れ替えの効果が今年度は一部しか現れてこなくて来年度以降に本格的に現れてくるといったような影響もございます、はい、現在は中期経営計画2年目がとなっていますけれども構造転換を進めているということですけれどもどういった構造転換を進めているんでしょうか。はい、えー まあこちらにありますように我々三つの主要戦略というのを掲げてございます、はい、これまでコロナであるとかロシアウクライナ中東問題といった地政学リスクというのがまあ顕在化しております、はい、そのため脱炭素だけではなくてエネルギーの安定供給というのが非常に大事になってきておりましてこれを両立していくということが非常に大事な戦略になっております二、はい、点目はソリューションの本格展開ということでございますけれども こちらも我々電力ガスだけではなくて再エネであるとかさまざまなソリューションを展開しておりますけれどもこれをお客様に分かりやすい形でトータルでコンサルティングなどを行いながら展開するということが大事になっておりまして我々これをガス電力に次ぐ第3点目は地政学リスクであるとかこういったさまざまな事業をやっていくという中においてかなり業界構造も変化しておりますのでこういった 変化にに強いしなななやかな企業体質を実現するとこれが重要になっております、うんはい、3つの戦略について後ほど詳しく伺っていきますけれども現在第3の創業期ということですが事業領域も増える中でどのようにポートフォリオを管理されているんでしょうか、はいまあ、現在でもさまざまな事業をやっておりますけれども、まあ、こちらにありますようにポートフォリオの管理を強化してまいりたいというふうに考えております。これまままでさざ行ってきた 事業間のシナジーを最大限発揮するために事業間をつなげてシナジーを発揮するような形で運営していきたいというふうに考えておりますそれが1点目でございます、はい、2>, 2点目としてはより成長投資に資源を回していきたいということで従来のエネルギーについてはまだ引き続き生産性を高めながら収益を上げてまいりますけれどもここで生み出された収益を将来の成長に向けて ソリューションであるとか不動産海外といった分野に投入するとともにさらにその先重要になってきますグリーントランスフォーメーションと言われる分野に投入して将来の成長領域に育てていきたいというふうに考えておりますただこちらは収益化を実現するには少し時間がかかりますのでアライアンスを組んだりえ国の方補助金をいただいたりという形で 収益性にも配慮しながらやっていきたいというふうに考えております、うん、既存事業につきましては効率化してしっかり投資に回していく将来見据えてというところなんですね、はいはい、はい。投資のところ詳しく伺っていきますけれども中期経営計画では3年間で6500億円の成長投資を掲げています去年には海外シェールガスや再エネ分野などに3800億円の投資を実施しましたアメリカシェールガス事業を海外における利益を牽引する中核事業の一つとして位置づけて とということですけれどもこの狙いというのはどうういっったたところにあったんでしょうか、はいえー、今まで海外事業というのは、えー、上流の投資を中心にやっておりましたけれども、はい、これを少しですねバリューチェーンをつなげていくという形で投資の形態を変えていきたいというふうに思っております、まあ、中でも北米というのは特に我々中心にやっておりますテキサス周辺というのはこれからまだまだ需要が相当伸びる経済成長も期待される領域になっております。 そうした中でシェール事業については従来から取り組んでおりましたけれどもこれ従来から取り組むことによってこの業界の中でもかなり生産コスト競争力がある形になってきておりますのでこのロッククリフという会社に投資することでシェールの生産量が4倍に拡大してこの生産コストの競争力がある形で競争力を高めて収益を上げていこうとさらには以前投資しておりましたアクティナという 中野区1つ分に相当する巨大な太陽光発電所でございますけれどもこういったところの上流の投資だけではなくて中下流の投資も行ってバリューチェーンをつなげることで収益を上げていくさらにはリスクマネジメントをしていくと。 いう形を考えております川上から川下までということですけども、はい、アメリカのシェールガスということですがシェール、化石燃料ですがここであえて脱炭素化の流れの中でシェールに投資されたという意図はどういったところにあったんでしょうか。はい、あのシェールガス、まあ、天然ガスス天然の一つでございますけれども、うん 天然ガスは従来化石燃料の一種ということで CO 出るんではないかということを言われていた局面もございましたけれども実は燃料転換石油とか石炭から転換することで CO が大幅に削減できる現実的なソリューションであるということでヨーロッパなどでもかなり天然ガスについてはですねまだ当面現実的なソリューションとして使っていこうという機運がございまして。 当面のトランジションにおいては天然ガスというのは非常に重要なエネルギーであるということと、まあ、もう一つはアメリカを拠点にヨーロッパであるとか、はい、日本にアジアにも輸出できるというようなところがあってバリューチェーンをつなぐ一つの重要なポイントになるということであります、うん、なるほど完全なる脱炭素化に向けてのというところなんですね。はい、海外事業というのは北米以外というのも加速していくんでしょうか。はい あの我々アジアの LNG のインフラ事業にも取り組んでおりましてアジアこれからカーボンニュートラルに向けて取り組んでいく中でまずは天然ガスを導入するということを彼ら考えておりますけれども、まあ、その中でも我々の培った LNG の技術というのは非常に期待されておりまして。 LNG を導入することと LNG を利用した発電を導入することでアジアの今逼迫する、成長する中でひっ迫する電力需要の緩和にも貢献できるのではないかというふうに思っておりますどううでしょうか海外の売上高の割合としては将来像としてはどれくらいを稼ぐようなイメージなんでしょうか、はいまあ、将来的には海外事業で4分の1ぐらいの収益を上げていきたいというふうに思っております。はい 海外も加速していくということですけれども一方で再生可能エネルギーの分野への投資も活発化しています2050年までにカーボンニュートラル実現するための全体像というのがこちらということですよね、うんはい、どのようなものでしょうか、はいえー、東京ガスグループは実は電力ガス業界の中で一番早くカーボンニュートラル宣言をしておりましてこれは国のカーボンニュートラル宣言よりも1年前に宣言しております,すこれをさらに具体的なロードマップを示する必要があるという形で 我々カーボンニュートラルロードマップというのをこの3月に公表させていただきました。これは50年のネットゼロだけではなくてその中間地点である30年とか40年の目標数値も掲げておりまして特に40年については CO2 を6割削減ガス電力についても各々5割 CO2 カーボンニュートラルにしていってさらにこれに省エネであるとか燃料転換の効果を加えて CO2 を6割削減しよううという目標になっております2040年というとだいぶ先のようなイメージありましたけれども16年後ということで迫っているわけですけれどもそ,、ねはい、それにあたりまして去年千葉での投資というのも決められました、ねはいはい。この狙いはどういったたところだったんでしょうか、はい、えー、特に電力の分野でカーボンニュートラルを目指すためには、えー、天然ガス火力を高効率に利用するということが1つ重要になりますけれどもその先にはネットゼロにするために再生可能性を大規模に導入していくと。 これについいても我々取りりり組んでおりますすがが再生可能エネルギーはごご案内の通りですね出力が変動するという弱点ございますその出力調整用に天然ガス火力というのは非常に重要になるんですがこれもカーボンニュートラルするためにこの千葉での発電所は当初は天然ガスでやりますけれども将来的には水素であるとか E メタンでも活用できるような発電所を作るということを目指しております、はい。 そしてガスの脱炭素化というところでは水素と二酸化炭素を合成して CO2 排出量実質ゼロの都市ガスの原料となるイーメタンの製造を推進していますなかなか聞き慣れないですがイーメタンこれどういったものなんでしょうか、はい、あのイーメタンと言いますのは、えー、再生可能エネルギーの電気分解で作ったカーボンニュートラルな水素と、えー、発電所等から出てきた排出した CO2、はい、もしくは大気から回収した CO2 を 合成すると天然ガスと全く同じ成分のメタンになりますこれを燃やしたとしても出てきた CO2 はここで回収した CO2 と相殺されますのでカーボンニュートラルなメタンすなわち E メタンになりますこの E メタンというのは実は特徴がいくつかございまして水素キャリアというのは実は運ぶのが非常に大変なんですけれども E メタンに関しては 従来の天然ガスのインフラをそのまま使って運ぶことができるのでそういう意味で輸送コストとか供給コストの面で非常なアドバンテージがあるということとこれ利用機器も従来のガスの利用機器をそのまま使えるということでお客さんにとっても追加負担がなくシームレスに使えるというところが大きな特徴になっております。 このイーメタンというのは日本のガス業界が世界をリードしてきたということですけれども今後というのはこの利用というのは加速普及進んでいくと見ているんでしょうか、はいまあ、東京ガスは10年以上前からですねこのイーメタンについて取り組んでおりましたけれどもまあこれはグローバルなアライアンスということでまあヨーロッパのメジャーであるとかアメリカのえ事業者であるとかというところとも連携を組んでですねグローバルに推薦していこうということでやっております。うん そして電気の脱炭素化につきましては従来ありました太陽光、そしてバイオマスに加えまして洋上風力に注力しているということです。なぜ洋上風力だったでしょうか、はいまあ、風力は特に日本のような国土では、まあ、実はまあ太陽光であるとかバイオマスというのはかなりえやっておりまして、はい、この先、大きなポテンシャルというのはなかなか望みにくいという状況にあります。 それに対して日本は海に囲まれておりますので洋上風力というのは非常に大きなポテンシャルがありますけれども中でも日本は遠浅な温ムが少ないものですから付帯式の洋上風力というのが大変期待されておりまして我々この付帯式の洋上風力を開発すべくですねヨーロッパでも先行している PPI プリンシップルパワーという会社の技術があるんですがこの会社に出資しておりまして こういった技術を日本でも大規模に安価に展開していきたいということでこういっった技術開発をやっております、うん、大規模にとおっしゃいましたけれどなかなか量産化というのが難しかったこれが量産化できるところまで来ているということですよね。はい これは国の GI 基金も活用しましてこの腐体の部分はかなり大きな構造物になりますので海外から輸入してくるというのは大変でございますので日本の造船所であるとか港湾部分で,ですね大量に連続的に製造できるような技術開発というのは GI 基金を活用しながら今作っておりまして先般この試作機というのも実際に作ったところでございます。 海に二重式なんで浮体式にはさまざまな技術があるんですがこのセミサブ式というのは実はあのバラスト制御っていうあの制御をやっておりましてこのドラム缶のような部分のえ含んでます水を出し入れすることによって風が波が荒れてる時でも揺れないと揺れないことによって実は発電効率が高くなるということと風車とこの浮体の 相性が非常にいいということで大きなアドバンテージがあるというふうにそして戦略のところですが2つ目でエネルギー供給を通じて培ったエネルギーマネジメントのノウハウを活用したソリューション事業で新たなブランドを立ち上げましたイグニチャーということでテレビコマーシャルもよく見かけるんですけど、うん、これはどういったサービスなんでしょうか、はい、あの従来からです、ね、東京ガスは脱炭素先ほどお話ししてきたような再生可能性を含めた脱炭素の技術であるとか レジリエンス安定供給にかかるような技術を提供しておりましたしさまざまなデータとか AI を活用した最適化のサービスというのを提供しておりましたがこれをバラバラに提供していきますとお客さんにとっては非常に分かりにくいということがございますのでこれを統合化した事業ブランドとして Ignite とモすということと将来を見据えた Future の造語で Igniter という統一ブランドを作りましてこれをお客様に コンサルティングしながらこういう組み合わせで使うと分かりやすいですよっていうのうコンサルティングをしながら提供していくということを考えております家庭や会社で脱炭素化を進めて節電もしたい節約もしたいんだけどどうすればいいですかというところの相談にも乗ってくれて実際にそういったソリューションも提供させてくださるということですねはい、はいはい、どうでしょうかここの分野についてはいずれ稼ぎ頭の一つとなっていくようなイメージなんでしょうか そうでわれわれとしては電気、ガスに次ぐ第三の柱にソリューションを育てていきたいというふうに思っております、うんはい、では投資が加速する一方ですけれども株主還元策についてこちらについても聞きたいと思いますが具体的な考え方としてはいかがでしょわれわれ総還元成功4割ということでやっておりましてこれは業界の中でも上位に位置するというふうに思っております。中ででも配配当当については、えー、安定配当で 成長に合わせて緩やかな増配ということをやっておりまして、残った部分は自社株買いをして消却をするということで、合わせて四割還元ということで考えております。うんはい、そして、株価確認していきますけれども、現在は三千五百円近辺での推移となっています。残り時間三十秒ほどとなっています。けれども、ここからの将来層について、一言お願いします。はい。 あの以上いろいろあのご説明申し上げましたけれども将来においては GX とか DX とかさまざまな変化がございますこういった変化を先取りして新たなビジネスモデルに組み込むことで電力ガスに次ぐソリューション第3な柱を育てながら海外ビジネスを伸ばしていって、まあ、総合エネルギー企業としてですねナンバーワンの地位を確立していきたいというふうに思っております。 ここまでは東京ガスの笹山社長にお話を伺いました。笹山社長、ここまでありがとうございました。どうもありがとうございました。